平本氏のドーピング疑惑は完全に白でした。総合格闘家である平本蓮選手が9月2日に自身の一連のドーピング疑惑について都内で記者会見を開き、疑惑を完全否定しました。8月20日に復活の日本という匿名のアカウントが平本蓮選手のドーピング疑惑を告発しましたが、これが赤澤氏から漏洩した誤った音声であり、平本蓮選手のドーピング疑惑が完全に白ということがこの記者会見で明らかになりました。キックボクシングの安保力也選手、総合格闘家の赤澤幸典選手、朝倉未来選手界隈の見解をまとめましたので、ぜひご覧ください。もういいや、試合も十分楽しませてもらったし、朝倉選手も文句言ってないんだから。寄ってたかって若い目をつぶして、これからの活躍まだ見たい人多いと思うんだ。医者以外に自分で打つ注射を勧めるフィジカルトレーナーってどんなん？格闘家治療界隈のやり方はわからんけど、平本がドーピングをやったかどうかだけ会見ではっきりさせればいいという思考停止した人間が多すぎることに絶望を感じる。平本はほぼ確実に赤澤から筋肉に寄与する薬物を購入して使用している。だがら偉人の検査基準、検査機関 SMRTL での尿検査で陰性が出れば、それはライン人で反則、規約違反ではない。今の格闘技ファンというか YouTube を入り口にした層には伝わらないんじゃないかな。資金繰りとかそういう概念もなく、雷神が興行としてどれだけ苦しんでやってるかも想像がつかないんだと思う。何が反則なのかは各団体の規約レギュレーションにより異なる。しかし雷神では規約違反ではない。なんでやってないって言い切らんの？当たりな誤解生まれるし、ここはやってないって言い切った方がいいやろ。薬物検査しない団体もある。注射は違法なので自己注射が認められてる痛み止めってこと。平本が雷神の検査で陽性とされない成分を体内に投与することは雷神のレギュレーション範囲内の行動だ。世間は平本をドーピング野郎と呼ぶだろう。世界アンチドーピング機構を持ち出してドーピング違反という意味不明なことを言ってる人がいるが、雷神は WADA認定のラボで検体の検査を依頼してるだけで、 WADA にも JADA にも加盟していない。平本が尿検査陰性だった場合は追加検査をさせろという極めて差別的なことを言う朝倉界隈に問いたいのだが、今まで雷神で行ってきた検査で陰性だったが怪しい選手はどうする気なのか。平本のみ追加検査を言ってしまうと、雷神という団体が行う検査の判定基準や定義が根底から崩れるし、レギュレーションが機能成立しなくなる。全部平等なんてありえないし、人それぞれ主観や価値観が違う。言い訳はもういいのだ。平本が雷神の検査ギリッギリのラインを攻めたのは確かだし、社会通念上褒められるものではないだろう。当たり前に特定選手にだけ SNS の盛り上がりだけで別種の検査を要求するのはおかしいのだ。さらにサームスが事実だとしても半減期がとっくに過ぎてるのに血液検査をするのは無意味に予算を使うだけなのに、金はあんまり使わないのに金を使う要求をするのは全体的に損するだけ。それがわからない人が多い。赤澤幸典、平本の会見前にお伝えしたいこと。赤澤選手は平本選手のドーピングが事実なら平本選手の共犯者であり、朝倉選手に対しては加害者なのだ。赤澤は終始被害者ポジションで文章をリリースしてる時点で違和感しかないのだ。名指しで訴えるって言われる可能性もあると思うけど、訴えられても絶対にやめる気ないし、誰かから圧力があったとしても白か黒かはっきりするまではやめません。自分の大好きな選手を嫌いなやつが倒して、音声や心理不明の作文があるからみんなで叩こうという気持ちもわからなくもない。でも逆に俺はライフワークの保護猫活動を何年も平本家にサポートしてもらっていて、長谷健も猫保護して連れてきてくれるし、結果も出てないうちは養護風になって当たり前。平本が会見開くって言った瞬間、ヒラチルがめっちゃ元気になってたのに、思ったような展開になってなくて、何なら平本が怪しくなってるから静まっちゃったのくさ。平本連血液検査について一部で使用したかどうかを血液検査で行うべきだという声が上がっていることには、RIZIN からの指示を従っていこうと思いますとの考えを示した。怪我してあのパフォーマンスすごい。平本蓮、注射についての説明。注射に関してですが、アイルランドに行く予定だったが
1ヶ月ぐらいして右膝の靭帯損傷で一時は歩けないぐらい大きな怪我をした。予定より1ヶ月早く日本に帰って試合に向けたトレーニングをした。アンポルキア日本帰ってきたら SNS が平本だらけやん。俺の感想はこの会見でライジンも白出して OK ならやったかどうかは置いといて暗黙の了解って話になってくるよな。ステロイドの効果は十分知れ渡った野郎し、ゴリゴリにでかいやつも増えて格闘技も新時代に突入やな。本日の動画はここまでです。いやー、平本蓮選手のドーピング疑惑が完全に晴れてよかったです。これからも平本蓮選手を応援したいですね。いいねと皆さんの意見をぜひコメントしてください。